お疲れちゃんです。ラットです。今回もクラッシュライドやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、今ね、僕韓国にいるんですけど、日本からね、あるゲストが通話で参加してくれてるということで、こちらの方に来ていただいております。お疲れちゃんです。コズルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。通話のコラボ初めてですか、私たち。いや、初ですね。はい。違和感しかないですけど、本当に。別に通話してたら韓国と日本に、ね、それぞれいるってあんまり実感なく、まあ、そうですね、はい、たくさん動画撮れますね。今までなぜやらなかったのかっていう、確かに気づかなかったですね。気づかなかったです、盲点ですな。はい、ということで今回はですね、こちらのドズルさん、先日ね、展開に行かれまして、皆さん、パチ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 おめでとうございます。なんですけど、まあね、ちょっと調子乗ってるんじゃないかなと、ドズルさんが。どうですか？そんな乗ってないですよ。あれ？ラットさんにも勝てるかなと思ってます。ああ、調子乗ってます、皆さん、この方。というわけでね、もうね、ボコボコにしたいと思います。ということで、はい。いや、もう、でも普通に戦ったらさすがにね、ちょっと、あれなんでね、若干ハンデつけてサンドバッグ久しぶりにやりたいなと思います。ということで、2.1、平均エリクサー 2.1 デッキで、ドズさんボコボコにね、やっていきたいなと思います。いいんですか、そんなハンデとかつけちゃって。いや、全然全然足りないぐらいですね。え、ちなみに僕も本気でもう今回ばっかりは勝って、やっぱどうする、やっぱ展開いったら違うなっていうのをお見せする。ああ、もうぜひぜひ僕も見たいです。僕もいやー、絶対僕も分かってるんですよ、ラッパイスのデッキが。まあ 2.1 はい、公開してるんですよね。まあ、限られますね。そうですね、ウォールブレイカーとね、エビゴリは入ってる。まあ、最近出ましたからね、新カード。そこはもう外さないと思うんですよ。だからそこはちょっとちゃんと対策していきます。はい。じゃあ僕、もう準備、デッキ3つで切ってるんでね、ここで。3つも？はい。パパッと、パパッと作りました。よし。いやー、悩むな、どれでいくか。これからいこう。韓国一番何食べるんですか？いや、韓国っすか。はい。あ、マックっすね。マック。プルコギっすか？あ、プルコギバーガー食べたの美味しかったっすか？いや、はい、でもマックばっかっすね。あとは基本ふっちゃんご飯ですね。ふっちゃんご飯ね。はい、あ、やばい公開店、よいしょー、出た、はいはい、そいつはね、来るって分かってるんですよね。なるほどですね。まあまあまあでしょう、ね、とまあまあまあ、待って、よいしょ、やばい、もうちょっとしゃしゃったかも。なぜか押されてる。謎に。よし。それは新しい。よし。とはいえ、ちょっと待って、アイスピ。よしよし。はい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 。オルタワーは意外でしたな。いや、でも勝てそうですね、やっぱり。いやいやいや、まだ早い、まだ早い。キョスケ。キョスケがちょっと厄介ですね。キョスケをどう止めてくるかですな。はい。よいしょ。いやー、ボブタワーが早い。ボブタワーが早いですわ。さあ、よし。いや、完璧な覚えですね。間違いない。これで。さあ、もう後ろから。ここからですか、ここから。え、いいですか、咲いて、それ。いや、もう全然咲きます、全然咲きます。よいしょ。もうオールブレイカーにはオーブンって相場が決まった。あはは、ほらほらほら、完璧な。ちょっとずるいっすね。ちゃんと知ってるでしょ、ちゃんと研究してるんで僕も。オールブレイカーにはこれっていうのは、あー、これだったか、あ、これ勝ちましたね。はいはいはい、と、いや、はい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 、まだ早いですね。まあまあって感じですね。まあまあまあ、やばい、待って、冗談抜きで負けたくない、本当に。オートワーがいるんすよね。こいつ。うわー。オートワーが厄介だな。いやー、嫌だわー、そういうの。本当に、本当に嫌だわー、そういうの。
おいおいおい。よしよしよし、これは通ったでしょ。ああ、早い早い早い。なんだ？もしもし？おいおい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待って、待って、本当に。もう。いやいや、あの、甘いっす。いやー、くそ。あれかな、サンドバックス、あ、サンドバックス。いや、こっからです。BO3 なんで。まあまあまあ、一本ね、一本ここで取らさして、ちょっとね、こう、気分上げたところを投げ通します。ちなみに、やっぱり次も 2.1 ですか？あ、2.1 ですね。2.1 です。はい。いやー。はい？今も 2.1 だったんですか？あ、そうです、そうです。普通にいい勝負しちゃうっていう。いやー、クローンですね、クローン。いや、クローンがね、こうきついと思ったんですよ、おそらく。え、それせこいですね。いや、だってどうせこう単体攻撃ボリボリとスケルトンとかでうまくやられるかなと思って。まあそうですね。よし、分かりましたな、ちゃんとな。よし、ちょっと中身を変えていつでも挑みます。お願いします。いやいや、これもちょっと勝ったらもうあれですね。いや、ないです。勝ちます。全然ありますよ、今の感じだと。あの高回転って絞られてることでメインのカードが分かるんですよね。アットパリさん、おそらくウォールブレイカーを外せれないんですよ。いやー、そのずれてますね、そこからがもう。3種類デッキ作ったんでね。あ、そっか、確かに。もうメガ5、メガ5さあ、スキアなんか好きっすね、最近。本当に？え、なんかさっきも使ってましたよ、スキア。あ、さ、確かにさっきも、あのさっきね、ドズさん側のチャンネルでも動画を撮ったんですよね。スキアにやられたんですよ、さっき。確かに、使いましたね。使ってますね。あ、出た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 。ちょっとこれは結構、あ、出た出た出た。さあ、あれ、これ痛いですよ、痛いですよこれ。いや、いいです、全然。あは、俺っかいたるもの、全然これぐらいで痛がってたら務まらないんで。なるほど。はい。いや、トリトンだか、トリトンだか、お前。いや、でもトリ、いや、早い、なんやこいつ、お化けや。よいしょよいしょよいしょ、よし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 。逆にきついんじゃなかろうかと。やばい、いやいや、こっちの方がきついなぜか。頑張れ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 。トリトンくれトリトンくれトリトンくれ。やばい、トリトンいらないこれ。ちょっと待って、吹き矢。あ、ワイの吹き矢が。よしよしよし。よし。ちょっと集中しましたね、今は。まあ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 、いい勝負ですな。いや、まあまあまあ、いい。勝てそう。よし、しっかり勝ちます、しっかり勝ちます。いい、これがあいつわかんのよな。あ、ちょ、マジ、ちょっと待って、それやったかも、やばい。これはやったんじゃないですか。いや、やった説がね、濃厚なんですよね。濃厚ですね、これはね。うわぁ、これはやった説あるな。せっちゃん、何せっちゃん、説がありそうです、せっちゃん。せっちゃんですね。いや、これは、あー、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、これもう一回やり直したい、もう一回やり直したい。俺、スケルトン大量にこう漁師したのが頑張ってますよ。はい。漁師もうちょっといけるでしょう。これはもう押し切りましたわ、さすがに。いや、いや、一回、え、ちょっと待ってくださいよ、本当に。いやー、押し切りましたね。あは、ここまで落ちたか。くわー、ネットパイセンもここまで落ちてしまった。くそーくそーくそー。これもちょっともうお金払ってとか言ってまし
展開、展開が違えよ、展開は。やっぱね、一味違いましたな。一味違いますね、やっぱり。どうします？ 3 つデッキ作ったらもう1個やってきます？じゃあ。いや。やります。いや、今日はもう全勝しますわ。もう一回やっぱね、天狗の鼻を折らないといけないなってずっと思ってたんですよ。いや、天狗はどちらですか？一回折らんといかんなと思ってたんで。いや、もう対ドズさんでいきます、もう。もちろんです。これも負けないですね、2-1には。前負けましたもんね、確か2-1で、確か。いやー、そう、僕が多分負けた記憶がありますね。でもでしたっけ。いや、なんか僕負けた記憶ありますけどね、高回転で。あれ、いやー、あやふやですね。あやふやか。よし、いや待って、デッキがちょっと重い、重い、君たちちょっと重い。重くはないけど。いやー、ちょっと重いね、君たち。その僕の計算で 2.2 にならない。2.1 か。落ち着け。落ち着け、落ち着け。落ち着け。ここを変えると、はい、来ました、2.1。さあ、じゃあ、行きますか。やっちゃいますか。最後もしっかり締めますか。うわ、ビビりますよ、僕のデッキに。マジっすか。お願いします。来た、勝ちます、皆さん。ちょっとね、天狗がいますね。よろしくお願いします。ふうし、さあ、まずはね。いや、名前も変えちゃってるじゃないですか、もう。いや、もう。いや、出た。これはね、僕習ったんです。土地2位に。土地2位、これ無視してたんですよ。土地2位？土地2位。土地のバッツ2位が。バッツ2位っすね。バッツ2位っすね。無視して、こういうことなんですよ、つまりは。いけ。押せ。いけ。やばい、大逆、やばい。いけ。よし。まあ。全然。はい。もう相性いいまでありますね。相性いいっすね、これ。そう。そんなことある。これ相性いいっすね。僕も勝ちを確信してるんですが。え？マジっすか？よし。これだって無視ですもんね、だって。これは無視ですね。はい。ありがとうございます。いやー、きつい。よし。ハンターが周りが早いんだよな。よし。いや、ハンター、こっそり強化されてますからね。ハンター、増税しましたからね。間違いない。よし。あれ？なるほど、一位交換的な？いきなりやつですね。ハンターガチで殺そうとするじゃないですか。よっしゃ。ちょ、ハンターが肝って分かってるって。あ、これはこれやってんじゃないですか。これやってんじゃないですか、これ。ちょっと怖いですけど。まあ、落ち着きマンモスと。いてててててて。なんで、ドズルさんに3連覇しないといけないの。やだ。本当に嫌だ。いいですね。ついにやっつける時が来たわけですね。いや、そんな時代は一生来ない。よし。これは、まあ、ゆっくり溶かしつつ、いい勝負になりつつある。いや、でも、よし。いや、ハンターが止まってる。頑張って。うちのハンター頑張って。
焦るんだ。焦るんだ。これいい勝負やな。嫌だよ、こういうの。耐えて耐えて、あれ、そんなバカな、そんなバカな、そんなバカな、いやー、きさー、お疲れ様です、お疲れ様です。これ100ポイントでしたっけ、これ。いやー、それさっき僕のさっきの動画は1万ポイントでした。あれ、いや悔しい。いやまあでもなんかまあ今日は勝ったかなって気分ですけどね、僕はね。うわくそちょっとね、また今度、はい、もうドズルさんが一言も喋れなくなるくらいボコボコにしたいですね。そんなことは、と過去にそんなことはなかった。ちょっと僕が大ダメージ受けました。いやありがとうございました。はい、2.1 でね、ちょっとあのクラロアリーグでも頑張っていただき、はい、はい、使います。絶対嘘。まあ、はい、来週からもそれを頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。はい、ってことで概要欄にあのドズさんのねチャンネル貼っておきますし、ドズさんの方でもねコラボ動画撮ったんで、撮りました。ぜひあのそちらの方皆さん見てください、お願いします。お願いします。というわけで、終わりにしたいと思います。では、バイバイ。